株式会社東京ホースレーシングは日本中央競馬会にバッシュ登録をしているクラブ法人である。相馬会法人株式会社東京サラブレッドクラブより特命組合契約に基づく競争馬の現物出資を受けて中央競馬などの競争に出走させている。前身は株式会社ユーアライディング。略称は東サラ。 山本陽子1987年6月7日、ユーア・ジェームスが、ニュージーランドトロフィー4歳ステークスで重賞初、優勝。2006年、経営体制の変更に伴い創業者の手から離れ、法人名、勝負服、冠名が、現在のものへと変更される。2009年10月18日、レッドディザイアが、週刊賞で GI 初優勝。 2010年3月4日、レッドディザイアが、マクトゥームチャレンジラウンド3で、国外重賞初優勝。2013年12月8日現在で、JRA 重賞17勝国外重賞1勝レッドデイビス号及び東京ホースレーシングの、復職パターン。冠名レッドもこの復職にちなむ。赤、白星3、袖白一本輪水色。 赤十字タスキ、高素で赤一本輪、レッド、優和、優和、ルージュ代表は、吉岡一郎。募集場は、八代大ファーム、ノーザンファーム、下神戸牧場生産場が多い。レッドデイビス号が、競争場登録抹消日本中央競馬会、2015年4月15日越覧、レッドアルビス号が、競争場登録抹消日本中央競馬会。 2016年5月12日、閲覧、レッドリベール号が、競争が登録抹消日本中央競馬会。2016年8月31日閲覧2015年、マイラーズカップレース結果 -netkeiba.com。2015年4月27日閲覧、ムスカテール号、レッドアリオン号が、競争が登録抹消日本中央競馬会。2017年6月3日。 閲覧。2016年 CBC 賞レース結果 -netkeiba.com。2016年7月4日閲覧。スプリンターズ S。3番人気。レッドファルクス差し切って。G1 発制覇。3K スポーツ。2016年10月2日閲覧。KO ハイ SC。G1 バレッドファルクス貫録 V で。安田記念へ。 スポーツ放置。2017年5月13日閲覧。レッドファルクス号が、競争が登録抹消。日本中央競馬会。2018年12月26日閲覧。会社案内。東京サラブレッドクラブ。2021年10月5日閲覧。ありがとうございます。